今日の私のハッピーポイントをお話しいたします。今日は火曜日だったので体操遊びとエンジョイイングリッシュがありました。でももぐみさん、最近日に日に体操座りとかお話の聞き方がすごく上手になってきていて、今日の英語の時間でもお口チャックでかっこいい体操座りで参加することができていました。で、英語の時間、そのかっこよく体操座りができてて、おしゃべりもしなくて、ね、とってもかっこいいお友達にはシールがね、もらえるんです。よシールがもらえるんですよ。シールがもらえるんです。で、今日はなんと桃組さん全員シールもらえることができていて、私もとても嬉しくなりました。で、年中さんになってからの生活にも慣れて、そのできることが一つ一つ増えてきているので、これからの成長もとても楽しみになった一日でした。これが今日の私のハッピーポイントです。ありがとうございました。